今から皆さんにとても気持ち悪いものを見せます。集合体恐怖症の人は特に苦手なものです。ミステリーゾーンのステージってちょっと浮いてるんですよ。空中に浮いてるんだよ。で、空中に浮いてるステージの下側、下のとこからステージを見上げるととても気持ち悪い。はい、マッチングしました。とりあえず追憶のスライドで見てみましょう。ちょっとここを飛び降りてみますね。ふい。あれ？あれ？このステージ、キモくない。まともなステージだ。このステージまともだぞ。ほい。あ、待って、奥側ちょっと見えました？ちょっと黄色いつぶつぶみたいになって、あれがね、気持ち悪い原因なんだけど。これは、どしもネタじゃないか？これ、チンだ。チンから何か飛び出ましたけど、今。あ、そっか。俺のスプラの名前がチンゲンサイって名前だから、もしかして勘違いしてチンがいたんだ。うわ、あー、なんか微妙い。あー、でもちょっと、なんか違う。なんか違うんだよな。あ、ほら、ちょっとわかる？ちょっとキモくない？ちょっとキモいでしょ。あー、決まった、これだ、ここだ。これよ。わかります？黄色いライトみたいな。LED ライトみたいになってるんだけど、これ多分こっから見ると綺麗なんだよね。猫ちゃんだ。猫ちゃん。かわいい、猫ちゃん。猫ちゃんだ。こっちかな？あー、キモい。見た今。一瞬見えたけどめちゃくちゃキモかったよ。うわぁ！うわぁ！